はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけども、まあちょっと結構まだね、内容盛りだくさんになるんですが、まあまずね、A ランク以上確定スカウトと、あと G チーム確定スカウトね、このガチャね、僕めちゃくちゃ相性いいんですよ。過去多分今、2回遡ったら2回とも S 出てるんちゃいますかね、多分。なので、ちょっと今回もね、引いていこうかなと思います。この A ランク以上は S ランク出たことないんですけどね。あと坂本勇人選手の称号チャレンジ、同時チャレンジですね。まあ1体しかいないんですけど、と、ちょっとね僕ねこれから毎日1試合リハビリでリアタイやろうかなと思ってるんですよね。もう本当にね簡単に5日間とか1週間やらない日あったんで、もう本当に撮影の時しかやってないみたいな感じであったんで、まあ今回も撮影ですけど、ちょっと1試合ガチでリアタイやってみたいと思います。はい、なのでまあちょっとその内容でやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、では早速 A ランク確定、早速 A ランク以上確定スカウトやっていきましょう。まあこのガチャはね僕毎度引いてるんで、まあこれでね S は出たことないんですが、まああの興味ない方は飛ばしてもらってもいいです。ただ飛ばすと僕嫌いになります。はい、大嫌いですまあ出ないでしょうね。はい、飛ばそうかな、もう演出。はい、梶谷選手、まあ巨人でいくか、最後も飛ばそう。おし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 、で次は飛ばさない、うん、3回目飛ばさないよ。長打でなかった、これ飛ばそう。はい、長打で逆転サヨナラのチャンスがなかった時飛ばそう。もうほぼ可能性ないからね。カットインとかマジでこのゲーム出る仕様ないんですよ。うん、カットゲームの概念がないんですこのゲーム。うん、ない、大丈夫。おおおお、嬉しい嬉しい。さあここで S ランクが出たら G チーム確定ですよ。お願いします。長打でサヨナラ逆転、ああいやけどこれ最後やから見よう、出る可能性あるし。いやーこれほんまに S 出んの、これって出た人おるんこれ。 2.5% でしょ。うん、はい、ということで次は G チーム確定ね。これ3、7、10が A ランク以上確定で、50が S ランク2枚ね。 OKOK なら1、2飛ばそう。はい、3回目、これ A 以上確定ですよ。出るよ出るよ、さあ来い、イエンス来い。あー、なんでここでささよならのチャンスしか来ないんですかね、本当に。割れて割れてないか。さあ誰、よっしゃー、長さん4回目なんもないね。けどね前ね意味不明なところで出たんですよね、丸選手とか。さあ5回目かな。これ S ランク2倍ですからね。これ演出来た時は S の可能性あるから、うん、うっこい、頼む、2倍、 5% でしょ。くっくっくっ、はい、なかった。6回目なんもないです。行きましょう。おっおっおっ、こういうの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 なんよ、何もないときなんよ。頼む頼む、過去引いてる、2回連続引いてるっす。あー、そっか、おお、OKOKOK、 来シーズンに向けての称号チャレンジね、来シリーズか。よし、7回目、ここエラン確定なんで。いや今一瞬来ると思ったわ、ちょっと汗かいたわ。あの紙吹雪演出マジでなんかこうちょっとケツ浮きますよね。ないんかな。エラン確定ですよね。え、なし。オッケーオッケーオッケー。もうめっちゃ引いてるわ、岡本選手。やばい。8回目。8、9は何もないんか。まあ、飛ばそう。10回目。A ランク以上確定の S ランク2倍ですからね。さあ、来い。お願いします。いきまーす。紙吹雪。来い。なんで、やばい。サブ結果に終わりそう。はい、じゃあ坂本選手のね称号チャレンジいきます。定法かな、うん、定法です。定法で84の84のどっちかな。で星1なんで何もつけません。何もつけないときはね4になる可能性あるんやけどね。結構3と4来る可能性あるんよね。お願いします。うわー迷う、ちょっと待って、これ迷う、めっちゃ死者あります。はい、ここ死者あります。僕なんでかって言うとリーグオーダー入ってるんでね、うん、もうミーと3しか変わらんのやったら死者ありますわ。死者らしてもらいました、ありがとうございます。はい、ということでリハビリアタイですね。リハビリアタイ、リハビリアタイね。うん、でねちょっとねざっとね僕ねオーダー変えたんですよ、大会2度目オーダーね。まあまだこれから補強するか分かんないですけど、どこが変わったか教えません。はい、じゃあリアルタイム対戦いきましょう。はい、ということでやってきましたリハビリア隊ですね。はい、でピッチャー山本投手、うわユニフォームかっこいいバージョン来ました、ラッキー。カブレラ選手ファーストってちょっと不安よな。ビップ動きます動くって言っても何も動けんけどね。さあどこ投げても打たれるリアルタイム対戦、ランク戦来ました。僕は打てないけどね、最近負けてます。巨人純正でもうすでに僕2回負けてますんでね、うん、情けない。
うわ全然変化せえへんな。しかもスプリット高めに浮くとマジで持っていかれるんでね、こういうのとか、うん、おお、どういう取り方、いきなり画面外からひょっと出てくるのやめて。取れるよ、ナイス。さあいいよ、いい立ち上がり、これはいいか。ゼロで抑えたマジでね、もう本当にあのなんていうかな、なんていうの、あのことわざで、もうわからん。よし、わあでっかカブレラ選手。さあ真剣にいきます。マシンガン打線、なんか A ランクのディクヤンじゃない。うわ逆に打ちにくいよね、縦カットとか、縦スラとかも、こんなんとか打てんの縦スラとか変化量1のマイナス1って何、変化量無なの、教えて。これか、無やったな。さあ柳田選手2打席連続いこう。ちょっとマジでリハビリアタイなんでね、これホームラン投げた後ね、ホームラン打った後通信もあるある、ね、さあティッカ、そうなんです、ここなんです、4番ティッカ復活したんです僕。王監督ねもうベンチにしました。王監督ねもうスピリッツ負けするんですよ。もう最近3200のピッチャーとかゾロゾロ出てきたんで、もうスピリッツ負けがすごい目につくんですよね。なのでもうちょっと補欠にさせてもらいました。はい、申し訳ない、もうこれからワンちゃん犬ではありませんが聞けないですが、ごめんなさいね本当に。これホームランだったら終わるな。うわうまい、なんかエラーすんだ今、今2回ぐらい手持ちぶさった。あレライアン、さあ来ました、レライアンホームラン打ちたいね。これ固定フォローする見したいよ、こういうか。いやー赤が、あんな球打ったらあかん。さあ脇あいあいからのボール、よーし、いや打ちそう、ボール、うわーマジか、変化でマイナス1やろ、ボール、よし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 。さあ次の球ですね、狙っていきましょう。うおーうまい、広角ついてなかったか今、うまあんなプレーする、いやーか。まあちょっとね結構コメントでお前もかなり下手くそなってるなとか、決勝大会不安やぞって言ってる方大丈夫です、安心してください。それまでに本来の力を持っていきますんで、はい、徐々にねこれから毎日やっていって、本当に皆さんのね期待に応えれるように頑張っていきたいと思ってますんで、はい、レジェンドのレジェンド入りさせてもらっていいですか。これ大阪大会の裏トークでも言ったんですけど、裏トークって大会終わった後にね配信ではカットされてますが、僕牧島アナウンサーと2人で裏トークしたんですよね。でその裏トークの時に言わせてもらったんですが、もう2連覇したらもう3回目出ずにもうレジェンド扱いさせてくれとちょっと息切った感じで言いましたけど、それカットされてたんですよね決勝大会のアーカイブ、めっちゃ悲しいわ。めちゃくちゃ喋ったんですけどね2時間ぐらい、はい、ということでね勝利を収めました。さあ来ました、打率5割7分6厘です5割7分6厘ってどういうこと、もう全部打れんじゃん、打てない球あんの、ちょっと5割7分6厘のバッティング見せてもらいたいな、コールドさせられんちゃうこれマジで。ちょ何投げたらいいんこれって、よし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 、矢野さんちょっと引っ張り警戒しとこう。打ってくるよね、ストレートに振り遅れないんですよね。誰、わー金本選手、ちょっと待って、5割6分6厘ってちょ何投げたらいい、ほんまに理想的なピッチングだと思いますよ。あ、じゃあ5割7分6厘か、あーよし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 、裏で全部手入れよう、これかと、裏で5点入れよう。うわ菅野さんや、最悪、あ今日変化量マイナス1、最悪、あマイナス1いらんわ、打ちにくいよな本当に。オッケー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 、今の曲がり具合ね、スライダー、オッケーオッケー、カットボール来い。うわー今のストライク入んの、振ればよかった、オッケーオッケーオッケー、よし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 、これ先頭打者ホームラン打ったらマジででかい、ミスった、いやセーフなる、ナイスセーフ、ヒットね、ヒットですよ、今のエラーじゃないよ、振り遅れた、ストレートに振り遅れてるわ。コメントでもあったんですよね、お前ストレートに振り遅れてるぞと、うん、まさしくその通りですよね。ここでカットか、ちょ菅野さんマジで克服したいわ、よーいよしよしよし、
マジで勝とう。これは負けたくない。もう3点取ろうぜ。ここで表迎えたらマジで点取られる気しかせえへんから。うおー来たー。これね、僕ね、中川選手苦手な投手の一人なんですよね。ちょっと見ていこう。全部見るわ。ちょっとフランとくわ。今の大きく落ちる方か。オッケーオッケー。今のが大きく落ちる方か。これも大きく落ちる。オッケーオッケー。慣れてきた。よし、もうストレート合わせれるからね。もうフォーク狙いでいこう。シャーホームラン行くよ。ってか次小さいフォーク来たやな。来た。よっしゃよしよしよし、有言実行。あと1点。オッケーオッケー。あ、見分けれるかもしれん、長川投手。オッケー。あ、ここに来てちょっと俺克服したかも、マジで。あ危ねえ。うわー、よかったー。くそ、落ち着け。いや、ボールな今の、マジ。うわ、来た。フルマックスレライアン。あー、帰るか。いや、来ると思った。鬼やな、系統。来ると思ったわ。よし、これ大きい方ね。オッケーオッケー。もう読もう。レライアン。はい、ということで、モサに勝てました。コールドで嬉しいです。はい、これからもリハビリアタやっていきたいと思ってますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい、ということで、VIP でした。